はい、それでは三国志大戦後付け実況やっていこうと思います。こちらのデッキは、諸葛川柳安楽、相手のデッキは、4枚しましょう。覚醒持ちが3枚いる形なので、開幕はかなりこちらが取れそうかなという形でしょうか。こちらは相手のしばしに備えて縄文前に防柵を2枚置く形。序盤は、そのまま、素直なぶつけ合いという感じでしょうか。こちらは総武力も高く伏兵もいる形なので、ぶつけ合いは割と望むところかなという感じ。ここでライドウが撤退。これ以上深追いすると長順で伏兵を踏む可能性があるので、一旦引いたところに龍安楽で相手の芝将に相手の芝将の伏兵が出てくる。で、なるべく超欲で芝将の塗ったところを塗り返すように上から覆いかぶさって、長順はブロックして内乱ゲージを進めていって内乱を一発。開幕伏兵隠せたまま内乱一発取れたのは大きいですね。ただその分こちらの部隊が欠けてしまったので、若干策はから持っていかれそうという形でしょうか。で、相手は土曜芝生長春家が3枚がかりで防柵を破壊。こちらこのフェーズで、諸葛戦を出してしまうともったいないので、諸葛戦を当てない方向でいって、そのままこちらの部隊の復活に合わせてライン上げと同時に伏兵を当てていく形に持ち込めれば理想的というところでしょうか。龍がギリギリのところで引き返せて諸葛戦の伏兵が残せたという形ですね。で、こちらは少しずつでもこの長順に合わせてラインを上げていって、まず1回張力を貼り付けることによって諸葛戦を出しましょう。これ相手の高知力部隊に踏まれてしまいましたが、ダメージを当てれるだけでも美味しいという感じでしょうか。相手は氷の微笑み、部隊は、長順張力諸葛戦、ライドが入ってないので、1回引けば、このまま再びラインを上げ直しが効きそうというところで、土曜迎撃取れたのがこれめちゃくちゃ美味しい。これでもうこちらのライン上げが確定したので、さらに内乱もう一発取っていけそうかなという感じで、こちらが制圧有利になったタイミングで早熟なる指令発動は55カウントなので、龍安楽を打つなら、そこから 8.5 カウントまでの間に打たなきゃいけないという感じですね。諸葛戦はまだ制圧塗り替える能力を持っているので、諸葛戦でしっかり行って内乱を取っていきたいという感じ。相手が部隊を全員出してきたところで豊満なる号令、式銃フルコンで一気にリードを取っていければという形。相手は2回目の氷の微笑み、ただこちら1回目の氷の微笑みが1回下がったことによって効果が切れているので、武力上昇値ではこちらが上。で、突撃入れて長順長翼が1発ずつ入ったタイミングでそろそろ効果時間が切れるので撤収。で、こちらは部隊を残せて撤収できたのでかなり美味しいですね。相手としたらこのゲージをひっくり返すには兵力を整える必要があるので、相手も兵力を整えてその間に内乱がさらに一発入って白ゲージ差は、大体 75% から前後で、ここまで来るとこちらは安全策で勝負したいので、なるべく早めに芝生を発動させたい。相手は芝生を発動、ここはもう一回下がりたいですね。こちらは、兵力も士気も万全ではないので、一回下がってここをスルーすることによって色差と部隊を整えて、このリードを使って確実に守っていきたいという感じですね。で、ここでこちらの部隊は全員撤収。士気はあと1ぐらいフルコンまで必要ですが、こちらには食軍の大攻勢があるので、士気 0.8 は賄えますね。
で、こちら食軍の大構成、式地略。食軍は、このデッキ用に式地略を用意しております。龍安楽が地力依存が 0.6 と号令としてはそこそこ高めで、フルコンする際に地略から絡めてフルコンできればかなり長めにの効果時間を確保できるので、まあ強いという感じですね。で、こちら号令をフルコンする際に武力上昇値が、本人が入らない分武力上昇値が下がってしまう諸葛点を肉壁にして、その間で諸葛点で時間を稼いだことによって他の部隊が兵力のある状態で豊満なる号令を発動することができました。で、こちら相手の芝将がそろそろ切れるはずなので、そこに合わせてこちらのフルコンをぶつけに行くことで、相手がそこからさらに計略を重ねてきても打ち勝てるかなという感じでしょうか。で、ここで芝将が切れましたね。で、残り時間的にここの文豪芝将を撃破したらもうその時点でほぼ勝ち確なので、まずしっかりこの2部隊を撃破していきたいという感じでしょうか。というところで相手は健康一滴、ただこれは芝将が切れているので武力上昇値でそのまんますり潰せそうという感じ。こちら龍安楽が主将もつけているのでなんとかなりそうですね。といったところで、ここからは早送りさせていただきます。ここまで見ていただいてありがとうございました。あ、いや一応最後までやりますか。この試合確かあれかな、落城しに行くぞっていう姿勢を見せに行くっていう、そういう試合だったと思うんでやりますか。で、ここで式4溜まると同時にミリの超順で、決死戦法発動。で、その際にこれ城壁一発じゃ足りないと判断し、城門へスウェイしに行って長順の城門が入って落城。まあ自分のスタンスとしてはもう最後まで全力でやりたい、そんな感じですね。まあ僕昔野球やってたんですけど、やっぱりそのたとえ5点差ついても10点差ついてもなんかその時点でもう手抜いちゃうみたいなのって相手にも失礼じゃないかなって僕は思ってるので、できる限りしっかりやっていきたいなと思っております。それでは、ここまで見ていただきありがとうございました。飛べ！
太一の全てを今ここに。勝機をつかみ天下を引き寄せる。この方針ではダメか。戦局は動いた。畳みかこう。止め！僕にもらった運をまだ返しきれちゃいないんだ。